願いいたします。はい、はい、どうもありがとうございます。それではですね、6月28日毎週恒例となっております金レジャー始めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日は、20名の参加をいただいております。動画第1台の進行になってまいりますのでよろしくお願いします。では最初ですね、わら2012さん、三浜さんチーム対するは砂漠の超妙に民さんと、ラブチライブ2期さんのチームになります。あ、もうじゃんけん終わってる。はい、じゃあ早速座っていただいて、1B 側でよろしいですか。はい、 OK ですかね。三浜さんがなんかパワーを充填してる。はい、じゃあよろしいでしょうかね。スタートボタンを押していただいて早速入っていただきましょう。ということで 1P 側に座りますは、よりこということで、ラブチェライブ2期さんで、対する 2P 側の方は三浜さんのリリカですね。ヨーリコはゴッドフリーとで、リリカの方はか、雷かな。まずはリリカが触っていく、ランプ攻撃を当てて、まずワンコンボ雷設置して、今度はヨーリコが突っ込んでいく、呼んでいいからかわして、ここで魔法陣を成功させていく。突進が当たって叩きつけて、さらに EF、 おっとジャインヒット123、もう1回ワンセット、これはしっかりガードするが下段を食らってしまう。まずはラブチライブ2期さんのヨリコが1本。さて第2ラウンド、搭載を追って対空を取っていくのはヨリコ。ごぼう性がいて、さらに EF 搭載を起こして何とかしのごうとするが、バーストを使わざるを得ない。さらに食らってしまう。ここでまた魔法陣を抵抗させて突っ込んでいく。EF を待って生 EF から突進で、これはイクリプス、はい、あっという間というか動きですよね、あれね。まずは 1P 側、ラブチライブ2期さんが勝利。続きまして大将戦ですね、1P 側が砂漠の長妙に民さんのゼニアですね。対する 2P 側の方はわら2012さんのシャル。ゼニアバルス出撃する。何を悩んでるのか知らない。シャルダンス状況開始。おっとアルカノをみそびれてしまいましたが、ゼニアの方は火で、シャルの方は風かな、風ですね。まずカウンターヒットをシャルが決めていく。イハセ叩きつけからさらに対空取って叩きつけ、さらに拾っていく。ここでやっと離されたが体力はもうほとんどないで、ジャインを食らってまずシャルが1本。第2ラウンドはなかなかシキリスがうざい感じですけれども、搭載取ってる間にジャンビを食らってしまってバーストを使うゼニアだが、ここはコンボにつながらない。ジャンビ食らって
これが2ビタイク当たるが、おっとコンボは途中で途切れる。エクステンドしてイクリプス出していって、これは当たらず中段当たってタリアからさらに投げはスカル2ビタイク、これは倒しきれる。これで 2P 側の方が、一勝取り返して決定戦ですね。 1P 側がラブチライブ2期さんのよりこ、 2P 側がわら2012さんのシャールですね。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。さて決定戦、まあ、カウンターヒットをシャルが取っていく。さあ、たきつけでバルドールとゴトフリートなんですね、今回。さあ、ドラメ8叩きつけて、おお、補正切りというか、受け身狩りというか、さらに固めていく。ラスト使う、もうこれは抜けられず、パーフェクトでまずシャルが1本取っていく。お互いまだゲージが1本半も溜まりきってない状況ですけれども、ラウンド総裁から当てたのはシャルだが、その後コンボいけず体育を取ってヨリコが魔法陣を成功させる。呪法をかわしてシャルも逃げ回っていく。一発食らうものの突進を食らわず、ここで捕まる。叩きつけてさらに空対空の2、あれ 1A でしたっけね、 3A でしたっけね。まだ全部技を覚えてないので申し訳ないです。はい、そうです、そうです。さて最終ラウンド、魔晶竜で勝ち上げていってヨリコがダメージを取っていく。魔法陣成功せず、2をかわしてカウンターヒットを取っていく。いいダメージを取って、今度はシャルがカウンターヒットを取るが、これはコンボができず、前川キャンからとりあえず三角儀式成功。後ろから追っかけてきてシャルがコンボを決めていこうとしたが、バーストを使う。ここでシャルもバーストするが、読んでいた。ガードからグー投げ、さすがです。はい、ということで勝ったのは砂漠の長明にタミさん、ラブチライブニキさんチームの勝利。はい、続きまして、右のブロックいきます。犬番長さん、中村屋さん、それからエールアイさん、ウェンさん、はいはい、エールアイさんとウェンさんがチームですね。で番長さんと、あれ、中村屋さんは、いや、さっきまでいたっすけどね、のじゃあやってるのかな。中村さんと犬番長さんがチームっす。はい、で、対する ALI さん、ウェンさんチームが、1P 側ですね。はい、はい、じゃあ、お互いスタートボタンを押していただいて結構です。なんだこれ。はい、それではですね、今日の第2試合はワンピー側が、ALI さんのサキ、
で、ツビ側の方が犬番長さんのフィオナですね。さっきは雷、フィオナの方は土ですね。まずはあれ中段かな。で EF キャンしてアーマーで耐えるが、カウンターヒットはこの後コンボいけず、しっかりガード5位ガードして総裁総裁から勝ったのはフィオナ。カウンターヒットで美味しいダメージを持っていく。下段通して、しかしその後コパンが入らず、今度こそコンボを決めたいがまた落としてしまう。おっさまの足が当たっていいため、これが追撃できず、しかし下からジャンエイ突き上げて、まずはフィオナが1本。第2ラウンドはおライダーキック当たるも地上に張り付いてるフィオナが怖い。これはクー投げはグラップ、今度はめくりに行こうとして透かしている。おお、うまく透かしてカウンターヒットを取っていく。最後は使ってしまうが、5位から超スパンさらに拾っていく。一気に体力差が逆転する。ヨンディが噛み合わず吹っ飛ばされてしまう。ここでさすがにバストを使っていく先だが、落ちてきたところを投げてフィオナがストレート。まずは 2P 側イルバンチョさんのフィオナが一勝を持っていきまして、続きまして大将戦 1P 側がウェンさんのドロシー、 2P 側が中村屋さんのヨリコですね。次の試合のチームをあらかじめ呼び出しておきましょう。みそのさん、二号さん、それから音符、あ、俺ですね、と、こうさん、このチームの試合、今やってるチームの試合が終わりましたら次試合です。準備の方お願いします。はい、動画の方に戻りましょう。まずはドロコは先手を取っている。鏡当たって、ヨルコがバーストを使っていく。カウンターヒット取って、打ち上げてごぼう星が切る前に突っ込んでくる。また 3A 対空から今度は叩きつけてごぼう星をまた描けない。レバーにやられている。ワンツー叩きつけてドロコが突き攻めを仕掛けていく。もう一回ジャンビ当たって総裁、勝ったのはドロシー。まずはドロコが1本。さて第2ラウンド、対抗を取ろうとしたヨリコだが食らってしまう。ジャンビア当ててまとめていくコンボをさらにつなげていく。 4D からガーテンしてとりあえず距離を取って、お、あれ下段なんすかね。ごぼう星、今度は成功ヨリコ。カウンターヒットで突進を当てていきつつダメージを取ってさらに固めていく。カウンターヒットまたしても当たる。交際起こしてこれはガードされてしまう。シャックル微妙だったが引っかかった。鏡のアルカノを食らってしまうが、お、突進をすかしたところを突っ込んでいくが、まだ体力が奪いきれず、ヨリコが取り返して最終ラウンド。鏡のイクリプス、これはしっかりガードする。受け身を刈られてコンバ途中で落とす。リアキャンしてさらに固めていって、ここでごぼう星成功。しかしドロコの重いイクリプスで固めていく。昇竜では当てるもののダメージ的にはヨリコのが若干不利ですが、ここでコンボが入る。さあ、あっとごぼう星成功しない。あー、鏡カウンターヒット、大丈夫か。さすがにバーストを使う。スーバーを当ててまた距離を取りつつ様子を見て、ドロコはめくりに行くが、これはワンヒット。エクリプス、これは受け身が可能。3位へ対空したものの
ここはドラゴンバーストを使っていく。カウンターヒットでしたもんね。シャックル引っかかって、しかしまだ倒しきれない。最後は突進を 4D でかわして突っ込んで勝ったのはウェンサのドロシーということで、決定戦ですね。ワンピー側は今勝ちましたウェンサのドロシー、ツーピー側は犬番長さんのフィオナ。この試合終わりましたら、みそのさん、2号さんチームと、俺、オンクーと、コウさんのチームになります。お、もう今、いますね。じゃんけんも終わってる？あー、ありがとう。助かります。じゃんけんまで終わってるんですね。はい、ピオナは先ほどと同じ土ですね。で、対するドロコは鏡を選択。ねえ、鏡やっぱり強いっすよね。エクリプスのあの拘束時間がやっぱり長い気が、あれどうやって避けるのか分かんないですけども、まずは2タメをかわしてカウンターヒットを取っていくドロゴ。ここでコンボは途切れるが十分なダメージを持っていく。鏡張る、そう、全部相殺されてしまう。裏から当ててるつもりが相殺。カウンターヒットも落とするが、カウンターヒットまたしても取っていく。ドロコは巧みにかわしながらカウンターヒットを取ってる感じですけれども、まだ倒しきれない。ギリギリ残っているフィオーナ。シャックルがギリギリ当たらず最大ダメを食らってしまう。カウンターでしたしね。で、超足から置き攻めに行ったが、ここは拒否の超シャックル。まずはドロコは1本取って第2ラウンド、エクスカリバーが当たる。あと言ってましたね。ゴイア当てて超足はガードして突っ込んで、もう一回溜める、さらに溜めていく。全部かわしているものの、ドロコも当てられない。結構怖いですからね、あれね。ここでドロコはやっと捕まえる。おっと、コンボを見せる。上から乗っかって、さらに上からここで5位当てて、また超足、これはガードして鏡を張っていく。投げて、さらにトランプ設置、中段当てて巧みに崩していって、イクリプス地面、ワン、ツー、スリー全部出してしまうが、カウンターヒット、ついてを出してしまった。はい、ということで勝ったのは ALI さん、ウェンさんチーム。はい、次の試合ですね、みそのさん、2号さんチーム、対するは俺、オンクーとコウさんのチームです。誰かマイクやっても良いのよ、置いとくからね。